ちなみにこれ100人乗りのロープウェイです。今あのコロナなので50人になってます。赤の中に白い肌の木がいっぱいあるんですけど、これダケカンバって言って、うん、北海道とか、まあ、日本だと標高の高いところに入る白樺の仲間に、白樺って白い肌なんですけど、はい、の木が生えてます。でここがちょうど今標高が 1500m ぐらいなんですけど、ここから上行くとあんまり生えてないんですよ。ここ森林限界っていうのがこの辺りで、そこから上になるともう松ぐらいしかない。いや、めちゃめちゃ綺麗ですね。もうちょっと光が当たるとまたいいけどね。でもあの影の分綺麗に紅葉が赤が向きだる感じ。そうだね。はい。はい、おはようございます。おはようございます。あの東川でガイドしているトマと言います。よろしくお願いします。今日ガイドさせていただきます。はい。今日歩くのは姿見の池散策路っていうところで、こう一周できるループになっています。でここ、一周歩くと 1.7 キロあります。うん、そこをなんかこう見どころ見ながら歩いていこうだからというふうに思っています。で今はね、秋紅葉の時期なので紅葉中心。であのここは見といた方がいいよというポイントがあるのでそこを案内します。はい。はい、さあじゃあ早速ですが歩いていきましょう。はい、もう外出たら、一歩出たら紅葉の世界です。今更ですけど正面一番高い山、大きい山が旭岳って言って、うん、あの北海道で一番高い山です。高さはどのくらいですか？高さは、2291m あります。なんか服装はどのような感じですか？秋だと、まあ、長袖、うん、であとまあ手袋あって帽子もあった方がいいですね。で足元はまあ、登山靴じゃなくて、まあ、スニーカーとか、うん、ハイヒールとか革靴、ビジネスシューズとかじゃなければ何でも大丈夫ですね。うん、霜柱立ってる。分かる？これ分からない。これ地面の中の水分が凍ってこう盛り上がっていく。え、これそれそれ。あ、ちょっと触ってる。あ、大丈夫大丈夫、触って大丈夫。氷そう、台湾ではないよ、霜柱です。少しこうほら真っ白。あ、秋は、その紅葉がほとんどなんですけど、結構秋見れる植物があって、この青いやつがリンドウですよね。はい、であの黄色いのがキリンソウってやつですけど、キクの仲間なんですけど、だいたいこの2種類見えて、これも秋だけ。そう、秋だけ、うん、だから紅葉だけじゃなくて一応植物も見ることができる。はい、ジェンさん、はい、ここが第一展望台って言います。はい、まあ、一番初めに見てもらったのはやっぱり朝日だけ、煙出てますよね。やっぱり、ね、火山だったんですよ、ここ。朝日岳火山なんですね。まあ今、旧火山で、最後に噴火したのは250年前って言われて、250年前、はい、まあ、それ以降ずっとあの煙が出てるんですけど、まあ生きてる。でこのなんか今端っこ見えてるところとずっとこっちの方まで全部国立公園です。これちょうどね、南北、これで南北なんで60キロぐらい、で幅も60キロぐらい。大きさとしては神奈川県と同じぐらいの大きさがある日本で一番大きい国立公園。この白いのね。これ白いの。そうそう、それ白玉の木っていう種。まあ中に果実というのかな、種があるんですけど、白い果実になってます。若干ザオザオしてますね。すり鉢池。すり鉢わかる？なんか台湾にあるのかな。
そうそうそう、うん、あの薬を、そうそうそう、セサミンをこうぐるぐる、あ、そうそう、薬をやったりする、うん、はい、あれの形に似ているので、すり鉢、そうそうそう、こういう形してる、うん、この旭岳自体の山ができたのが2万年前、うん、で2万年前でこの山がこうできた時に、この辺も火山活動あったんですよね、うん、それでこの辺りは実はちょっと新しめで、この正面こうえぐれてますよね、こう V 字型に、あれって爆発で吹き飛んだんですよ、その時にここもできたんじゃないかっていうふうに言われてるんです、うん、よいしょ、お、はい、じゃあせっかくなのでちょっと向こう行ってみましょう、はい、こっちはあの鏡池って言われていて、鏡池ミラーね、ミラーレイクで、ほらすごい綺麗、綺麗、あ、そうですそうです、ここもちょっとね浅いんですよね、ここも噴火口の跡で、ただあっちの池と違って上からこう谷があるじゃないですか、そこからこう土砂が流れてきて、だん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 こう浅くてちっちゃくなってきてるんですよね、めちゃめちゃ綺麗、うん、これも多分少しここに手を近づけると、そうなんです、ちょっと地熱が高くて蒸気が出てるところがあるんです、はい、歩くとこだとここだけです、そうなんです、はい、うん、いいでしょ、今池が2つあって両方見たんです、こっちすり鉢池、こっち鏡池、2つ合わせて夫婦池って言うんです、夫婦って日本語であのカップル、あ、はい、マリッジカップル夫婦なんですよ、はい、で、形がちょっと違いますけど、一応夫婦なのでどっちが男性どっちが女性って勝手に言ってるんですよどっちが女性だと思いますか、ちいちゃいの、ちいちゃいのちちち、ですね、実はこっちの右側の形、あ、見え、ちょっと、うん、ハートの形してる、はい、優しい感じがするので女性、うん、こっちは切り立って荒々しいので男性っていう風に言ってますか、せっかくなのでお茶しますか、うん、最高ですねちょっと寒いですけど、温かい飲み物を飲んで、それもいい景色を見て、はあ、素晴らしいあの蒸気、気温とか温度、うん、何度ぐらいあったんですか、うーん、水蒸気なら100度以上ですね、そうなんですよ200度近いってらしいですよ、うわー、一応あの中に有毒ガス、うん、硫黄、あ、硫黄の成分が含まれていて、で近づかないでくださいというふうに言われてます、うん、でもなんかあまり硫黄の匂いがないです、見えてるの何箇所もあるじゃないですか、うん、場所によってものすごい硫黄がいっぱい出てるところがあるんですよね、あ、今年豊作です、ね、これ黒豆の木って言うんですけど、ブルーベリー、超ブルーベリーみたい、すごい美味しい、へえ。一個食べると多分100万円100万円じゃない50万円でした、わあ。
50万円罰金。そう、罰金。特に今日歩いてるところは、うん、その特別保護地区っていう一番規制が厳しいところなんですよね。うん、あ、こちら菅波池、旭川の姿を映すんで姿見、自分の姿見、うん、あ、もともとはこのようあの形、うん、そして2800年前になってます、ね、僕だと2000年前って言いました、まあ、あれも正しいかどうか実はまだ分かってないですけど、浮き飛んでこの形になった。今よりはもうちょっと多分標高は高かったんですけど、もうちょっと高いよ。高いよ。噴火しなかったらもっともっと形がまた富士山みたいな、だったっていう、これイメージ。わー、すごいね。じゃあ冬来ると、うん、冬は、スノーシュー履いてハイキングできるんですけど、ハイキングするとあのすぐ近くまで行けます。え、こちらまでではない、ない、もっと近くに、もっと近くまで。もう今日すごい綺麗ですね。わー、うんうん、はっきり見える。ここまでだいたい半分ぐらい。そう、だいたい半分。実はこの地面で赤くなっているキングルマっていう名前の植物で、これもね、木なんですよ。木？草じゃなくて？木なんです。上から見た白いところがここなんですけど、はい、そこからこう川が流れてるんですよ、うん、この白いのは酸化した土なんですけど、硫黄が結構軽いので、あいいでしょ、こんな風に昔取ってた硫黄が流れてる。ちょっと、じゃあ見てみよう。ほい、はー、 おすすめです。わー、ここビューポイントじゃないんだけど、うん、一番こう山の形が良くて、うん、でこう紅葉も綺麗に見える。わなるほど、ちょうどいい感じ。はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。ありがとうございます。今日良かったですね。山もずっと見えてるし、風も良くて。前も何回あの旭岳来ましたけど、なんかそのような紅葉の景色を初めて見ました。すっごく綺麗だと思います。なんか山の命ははっきり感じられる感じ。素晴らしいですね。みんなも。ぜひこちらに来てください。